荻堂森文対宮里武博。はい、宮里君は昨年の近年度ですね、はいはい、体重軽量級の優勝者なんです、はい、で、まあ、荻堂選手は、まあ、昨年ベースト8入っています、ね、それで、まあ、重量級ですから、はい、ここを宮里選手がですね、はい、どういうふうにカバーしていくかと、うん、そういうところが見どころになると思いますね、はい、逆に荻堂選手が攻め込まないと、はい、次引き分けになると体重判定ということもありますから10キロ以上の差がありますとそうですね体重の少ない方が勝ちになります。はい、荻堂としてはこの2分間で決めなければいけません。そうです。ここで延長2分間終了しました。はい、さあ判定。判定です。白が上がりました。荻堂森文5対0の判定延長の末ベスト8に。